あ、これジャンプで普通ですね。衝撃が当たるからジャンプ必須だ。あー、なるほど、いいね。いたたたたたたた。はい、どうも長月でございます。それでは、今回はもう実際はもう発売されちゃっているんですが、鬼の鳴く国体験版をちょっと遊んでいこうと思います。私もですね、ちょっとホームページのサイトをちらっと見ただけで、まあ、JRPG であることは間違いないあそうなんですがね、まああんまりちょっとストーリーもバトルシステムも分かってない状態でやっております。ですのでね、ちょっとね楽しみなんですよ。今ニヤニヤしながらやってますね。では早速やっていきましょう。静かに雨が降っていた。あの日、両親が死んだ。病気だった。集まった大人たちは口々に、悲しんではいけないと俺に言い、思い出話と来世の期待を口にしていた。あ、かわいい。MMO チックというか、ライトな MMO チックなキャラクターデザインですね。それは寝てるだけか？ねえ。あ、カガチって主人公のことな。そうだ。私、頼んであげるよ。私のお父さん、生友。生っていう字がその字なのか。兵士官の方の、生き死にの方の生ですね。ちょっと今の説明の文字が違うけど。死んだ人と話ができる。ううん。君は、あなた。あ、すごい、声優豪華。最近の JRPG 全部声優豪華だな。なぜ？半分。何？ねえ。あ、もしかして見えてない？いや。おっと、これは三角関係ですか？もしかして。マユラちゃんと、さっきの謎のことで、ラブラブ学園、ラブコメディが始まっちゃう感じですか？そういうゲーム？そういうゲームか。あ、大人でっけ。さあ。クロスヘイダーみたいな。いいかい？なぜ？
それは生まれ変われない輪廻転生間で悲しんだら輪廻転生できなくなる。ああ迷ってしまった死者の魂は消えてゆく。もう二度と人として生まれてくることはない。なるほど。輪廻転生はこの国の断りだから迷うことは断りに従わぬ。はあ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 。なるほど。悲しんじゃうと未練を残しちゃってまた人として生まれちゃいかねないってこと。そうか。20年後、その言葉の意味を理解したのは随分後になってから。俺がマイラの父親と同じイクトモリになってからのことだ。イクトモリは死者と生者の間を取り持つ、いわば調停者の役割を担っている。この世とあの世を行き来し迷いと救済するのがイクトモリの仕事だ。移し世と隔離世かな、おそらく踏み方は。お、なんか可愛らしいモンスターがいっぱい。ここは鬼人で戦いましょう。カガチ、行ける？随分といろいろと大きくなったね。そっちはマイラに任せる。お、スタンドが出た。スタンドが。おお、右目が光った。左目だった。ジャキガンですか。はいはい。癒しか、多分これはエストビン、ごめんなさい、なんで私ダークソウルで例えたんだろう。とりあえずエストビンみたいな回復薬で、で、下が脳頭抜刀、はいはい。で、オプションを置いておいて、近くが通常攻撃、丸が攻撃、技。で、他のインタラクト系。で、罰が鬼人アクション、はい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 。L で移動、はい。鬼人愛者、私についてるスタンドですね。情熱的で愛情が深い鬼人。アガチが行くともりになった時から共に相棒として行動している。遠い記憶に残るのはひとときの幸福と愛の激しい渇望。愛への激しい渇望。ダッシュを使いこなし、素早く立ち回ることができる。刀での攻撃は隙が少なく威力もあり、攻防のバランスを広めている。あー、なるほど。なんだろう、本当にスタンドですね。スタンドというか、なんというか、最近やったゲームだとゼノブレードやったんですけど、それの、グレードだな、まんま。鬼人がつくと、鬼人の武器が使える感じなのかな？おー、なるほど、こういうことか。あー、なるほど、技使った。あ、いいですね。そして、この見下ろし視点なのが、あー、すごい、すごい、すごい、これは、なんというか、あれですね。わー、いいダメージ。やっぱり本当にローグライクな、MMORPG というか、ライトの MMORPG をしてるプレイ、感じがしますね、これ。上から見下ろし視点というのも。三人称視点じゃないですしね。ありがとう。なあ。ああ、そういう考えになっちゃいましたか。それを考えると、なんだろう。迷ってしまった人なのかなってちょっと思ってしまうね。だが迷ってしまったら鬼人になっちゃうのかな。はあ。ああ。ねえ。
もう。なるほど。迷った人を、なんだろう、イクトモリが退治するのか、確保するのかちょっとわかんないですけど、そういうのがイクトモリのお仕事だ。ミニマップ。L3 でサイズ切り替え、はいはい。戦闘や！うん、パクスラですね。MMORPG っぽいデザインで、上から見下ろし点で、パクスラだな。私こういうゲーム大好き。あ、でかいの来た。愛嬌はめちゃくちゃあるけど。まずは丸から。あいだ、避けれんかった。罰ボタンは研究回避じゃないですね、これね。よし、いいダメージ。うん、これは攻撃して回復することだな。避けるっていう考えはあんまりないですね。移しよう、いわゆる聖者の世界。生命力あふれる豊かな自然環境のもと、様々な生命が命を謳歌している。隔離よ、死者の世界。移しようとは表裏一体の関係にあり、同一空間上に。なるほど、同一空間上に存在するのか。移しようと隔離用の行き来は L2 で、はいはいはい、L2 で自由に行き来することができます。しかし、初めて訪れた場所の隔離用は、あらゆる感覚が閉ざされ、何も認識できない隔離用縛りの状態にあります。この状態で隔離用に魔物に攻撃されると致命的なダメージを受けます。思い主と呼ばれる、狂気をまとった魔物を倒すことで隔離用を認識できるようになります。これで縛り戻しが出現します。ふんふんふん。出現した縛り戻しに近づいて隔離用に渡ることで、隔離用縛りが解除されます。解除された隔離用では、断りという主人公、魔物に、双方に影響を与える特殊な、はいはいはい、なるほどね。この状態で、こっち行っても、あ、こういうこと、潮に戻りましょう。こういうことになっちゃうから。見逃さないことね。で、これを取ると、おそらく、縛りが取れるんだよね。はいはい、なるほどね。これで断りっていう空間が出来上がると。いいね。断、おー、絶対にクリティカルが発生するようになる。後ろにいっぱいいる、後ろにいっぱいいる。こういう、まあ、ライトではないんでしょうけどね。きっとボリューミー的には。だとしても、これはかなりいいですね。サクサクっと遊べる。鬼玉を入手しました。鬼玉は鬼人の憑依が深まった時に得られる魂の証です。うんうんうん。鬼人を使って戦い続けることで、はぁ、なるほど、これは、鬼人の強化素材か。なるほどね。危ね。今のが多分正しい使い方でしょうね。パチキルってさ、絶対あの声じゃん。絶対あの声じゃんか。あ、立ち切る。あ、主人公、こっちのデザインって見るとかっこいいですね。これで？装備武器変更。はぁ、なるほど。武器変えれるんだ。なるほどね。おー、あー、あー、すっ、あー、こんなんやるわ。偽王女は、偽王樹か。いわゆるスキルツリーですね。鬼玉を使うことで鬼人、固有の技や能力を習得することができます。戦闘で使用できる、技は習得後鬼人技変更で、あー、なるほど、これ丸ボタンの技なんだ、全部。一個しかつけれないんですね。これ何？これ。はい、もしかしたらカットしたかもしれませんが。これにしましょうかね。パッシブスキル。
におそらく敵がいるんだよね。あ、これが多分迷い人かな。おい。行くともりよ。え？うん。あのね。大丈夫なのかね、この恋人に合わせるっていうのが大丈夫なんですかね。怪しいね。宝箱、何これ。あ、癒し効果、はい、倒した。そんなに強くなくていいですね。癒し効を使う、回復でき、で、こっち側はもういけないところか。なるほどね。で、ここで隔離用に入ると、断りが敷かれて、で、反対側だと、実はこっちは道があるみたいな、こういうことでしょ。あー、これいいですね。ちょっと敵がいたらさ、戦闘めんどくさいなとか思わずに普通に倒しに行きたくなるんですよ。回復力。何今の回復力ってなんだろう。相手が悪かったな。次もこうでありたいもの。あ、ちょっと待って。いっぱい来た。いっぱい来た。危ねえ。おまけよ。で、罰でしっかり避けないとダメですね。あんまり回避モーションが優秀ではないけれど、しっかりこう、相手の動作が見えてる攻撃に関しては罰ボタンでしっかり避けましょう。おー、ワープか。はい、セーブだけしてきました。鬼人語りも見たし、おー、ボスっぽいのいるね。あれ倒さなきゃいけないんだろうね。強い思いが訴えかけてくる。あ、違う、新しい仲間かもしかして。よし。ねえ。それは。鬼人。いや。そんな。
何かがありそうね。なるほど。で、これは記憶なのかな、誰かの。それとも新しい鬼との同調、これ。あ、鬼との同調だな、これ。全てを貫いてみせましょう。ザーフ。鬼と、あー、完全に洋風だ。生真面目でとても正義感が強い鬼人。鬼人になった今も、人のうちにある儚さを漂わせる。遠い記憶に残るのは自分に向けられた誰かの憎悪と激しい後悔。槍を使った突進力ある攻撃が持ち味で、多少の被弾ではひるまないジャンプを活用することで、お、ジャンプある。立体的な立ち回りが可能である。はいはい。おはぁ。でっけぇ。てか、マユラちゃんどこ行ったんだ。で、R で、はいはい、さっき一瞬しましたね。おそらくそれで切り替えるでしょうね。覚悟はできているんだろうな。運が悪かったね。で、ちょっと待って。お呼びと。あ、これ時間かかるんだ。なるほど。あ、これジャンプで普通ですね。衝撃が当たるからジャンプ必須だ。あー、なるほど、いいね。いたたたたたたた。回復回復。これで帰国ができます。痛い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 。ちょっと待って、帰国か。ダメージを受けてもたまるんだ。なるほど。257でっけ。ダメージでっけ。ちょっと気をつけないとすぐダメージで持ってかれますね。これ強いね、相手が。あ、帰国化してる間は鬼の変更はできないんだ。なるほど。あー、外した。あ、ジャンプ攻撃とかあるんだ。いいね、いいね。危ね。癒し光は使おう。危ない危ない危ない。よし、いいダメージ。あとちょっと。あー、いたたたたたた。ザーフ戻った。で、医者に戻って、愛者か。ご覧に入れ、癒し光を使う。回復できれば確実に勝ち切る。勝ち切るっつってな。こっちのやっぱ案外使いやすいな。罰の連打でダッシュできるのはやっぱ使いやすいですね。天地開闢の神髄。終わらせる。レベルアップ。無の僕だったかな、今。踏み方がちょっと微妙ですが。あー、何もない。ここだよ。特に他にアイテムはないかな。なさそうですね。ないね。相手が悪かったな。世界渡りするぞ。違いがないか探してみましょう。行くともりだ。はい。ええ。
本当か？はい。なら。ええ。わかった。はい。いや。はい。それでも。任せろ。はい。待っててね。いいな。うん。俺がやる。よし。マジか。なんかこう物理的なやり方しかないんですね。悲しんではいけない。悲しみは死者をためらわせる。ためらえば迷い、迷えば生まれ変わることができない。だから俺たち行くともりは輪廻転生への祈りを込めて任務を全うする。この国ではそれが断りだから。おお、なるほど。おい、なあ、ちょっと。はいはい。もう。いや。おい。おい。生き死にを冗談に済ますんじゃねえ。ふん。二人とも急なお姉さん声だ。金髪のシャンネー、サツキンのチャンネーだ。顔が一切見えないですけどね。ね、まったく。
そうだ。疲労出現。おい。おい。もう忘れまーす。待ってまーす。いい？ありがとう。なんていうか、カガチは危うい子として思われてるっぽいなー。なんか周りの反応を見るに。じゃあね。幼い頃に両親をいっぺんに失うって経験がちょっとよくわかりませんからね。片方ずつだったらまだ。はい、というわけで、体験版の実況ここら辺までにしましょうかね。おそらく本編もやると思います。よろしければね、本編の方も。おそらくその本編は生放送だと思うんですけどね。本編の方もよろしくお願いいたします。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、鬼の泣く国でした。以上、長月でした。また見てね。